スコット・アラン・エアーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、イングルート出身の元プロ野球選手。左投げ左打。弟のウィリー・エアーも、ミネソタツインズ等でプレーした元メジャーリーガーで、こちらは、右投手である。1991年の MLB ドラフト9巡目で、テキサス・レンジャーズから指名を受け、プロ入り。メジャーデビューまでの道のりは決して平坦なものではなく、 マイナーリーグで移籍した後、1997年にシカゴホワイトソックスでメジャーデビューを果たした。1997年は5.00台の防御率だったものの、11試合に先発投手として登板し、4勝を挙げた。1998年は先発で17試合、リリーフで16試合に登板。しかし、勝ち星は3勝止まりで、 防御率も1997年により悪化してしまった。1999年はリリーフ専門で21試合に登板したが、防御率は7.00台に乗ってしまい、全く結果を残せない状態が続いた。2000年は先発での1試合を含む13試合に登板。改善の兆しが少し見えたとはいえ、防御率は6.00台とメジャーに定着するには、 苦しい成績だった。2001年からはトロントブルージェイズでプレーすることになったが、これまでの成績が悪かったため、登板は17試合に終わった。しかし、防御率3.45 2セーブを記録し、メジャー定着のきっかけをつかんだ。2002年はブルージェイズでリリーフ投手としてフル回転。49試合に登板した後、シーズン途中で、 サンフランシスコジャイアンツに移籍。ここでも21試合に登板し、ジャイアンツ移籍後は1.00台の防御率を記録するなど、今までのエアーからは考えられないような大車輪の活躍を見せた。2003年は年間通じてジャイアンツでプレーし、自己ベストの74試合に登板。3.00台の防御率を記録し、左のワンポイントとしてジャイアンツに欠かせない存在となった。 2004年は2003年を上回る83試合に登板。防御率こそ4.00台だったものの、対左打率200を記録。前の投手から引き継いだランナー45人のうち35人の生還を防いだ。2005年からは左右に関係なく登板する機会が増え、登板試合数は5年連続で自己ベストを更新。 防御率も2.00台に加工し、リーグは愚かメジャーを代表するリリーフ投手となった。2006年からはシカゴカブズに移ってプレーすることになったが、新天地でも74試合に登板し、防御率3.38ときっちり結果を残した。しかしながら、2008年は自身の故障に悩まされたことに加え、若手の台頭や同じリリーフサワンとしてニールコッツが、 当番機会を増やしていたこともあり、当番機会が減少。8月5日にケリーウッドが、故障者リストから復帰してくるため、同日付で40人枠から外れることが決まり、実質的な戦力外通告を受けた。2日後の8月7日に、ブライアン・シュリッターとのトレードで、フィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。移籍後は、防御率1.88と高騰。 フィリーズのワールドシリーズ制覇に貢献した。2010年1月7日、現役引退を表明した。フォーシームとスライダーを中心としたピッチングで三振をどんどん奪うピッチングを見せる。右打者にはチェンジアップが有効に機能している。また、ジャイアンツで防御率が大幅に改善された最大の理由は、フライでアウトを稼ぐピッチングが持ち味だからである。ありがとうございます。